1955年の阪急ブレーブスでは、1955年の阪急ブレーブスの動向をまとめる。この年の阪急ブレーブスは、2回目の西村正夫監督体制の2年目のシーズンである。西村監督2年目の1955年シーズン、野球の大国キューバからロベルト・バルボンが入団。バルボンは、俊足と陽気な性格でチームの看板選手となり、 二年目の梶本隆を翌年入団の米田哲也らと共にチームを支えた。バルボンの加入でチーム打率が267のリーグ1位、盗塁数が優勝の南海の245個に次ぐ213個のリーグ2位とまずまずだったが、本類打は39本で南海、西鉄に大きく引き離された。投手陣は二年目の梶本や柴田英二、安倍八郎、原田光一。 アルビン・スピアマンなどがローテーションを守った。チームは6月26日から後連勝すると、7月21日から10連勝で5位以下を引き離し、8月22日にも後連勝するなど好調だったが9月中旬から後連敗の後一つ勝って4連敗。それでも10月は8勝3敗と勝ち越して2年ぶりに A クラスを固めた。 チームは優勝の難解に10勝10敗と5分で2位、西鉄には11勝9敗と勝ち越したが3位の毎日に相性が悪く5月7日から同一カード8、連敗を喫したのが響き優勝はならなかった。またこの年はユニフォームの胸文字、背番号、袖ラインを赤に変更、新たに赤のズボンラインを加えた。ありがとうございます。